最近だったら、まあ、ソフトリュナぐらいは、まあ、いけるっすかね。ソフトリュナ。あー。リュナね。なんか腹パンする、腹パンするぐらいは。あー。なんか、あの、切断とか無理っすけど。あー、もうそれはやりすぎ。やりすぎ。やりすぎ。もう、ほんとね、タイトルで出してほしい。ほんとに。たまにね、急にやるやつあんだよ。お前、急にやりすぎなんて。びっくりだよ、こっち。準備させろよ。そうよね。タグにつけろ、タグに。なぜつけない？お前は、その表紙からのその展開は想像できまい。うん。そう。そうだよ。読み手のことを考えろ。だから、なんかこう、分からせが必要だな、みたいな感じで、はい、腹パンして、うわってやって、ですけど、うん、だからフィクションのねあれですからね。そうです。まあなんかそんなこともないと思うけど、うん、男はこういう妄想力を失ったら終わりですからね。なるほど。なんかその好きなキャラが、うん、ね、モブオジみたいな、うん、NTR じゃないけど、うん、変な男に監禁されて、あれ出る。そうで、こうしろみたいな命令をされて、嫌、うん、だって逆らってる中、うん、腹パンされてうぐーってなって、うん、なる。そう、言うこと聞かないで痛い目に遭うぞみたいな、うん、で無理やりこうやらされるみたいな、ある。うん、はいいなと思います。いいいい、それはいい。よしとする。よしとされた。よかった、よかった。なんかそういう、なんだろうな、結局なんかちょっとした背徳感みたいなのがスパイスになるのかな、うん、まあ、どうなんかな。でもそれはまああくまでフィクションの話やから。まあそうですよ。だから現実ではまた違うからな、うん、やりたくないよ現実で。うん、怖い。どうすんの、朝になったら。うん、痛そう。痛そう。殴られたら痛そう。小学生並みの感想。痛そう。痛そうでかわいそう。かわいそう。殴られたらかわいそうです。殴られたら痛そうでかわいそうだと思いました。あとはですね、なんか普段いじめてきた女子あり に復讐するみたいな。終わり。終わりっすよね、これ。これめちゃめちゃいいっすよ。全然いい。問題ない。問題ないですよね。全く。うん、何の問題もない。もう本当に、ちょっとひどいことぐらいまであり。そいつは。うん。そう。で、そのプレイ中も、うん、途中までいじめられたら、俺は嬉しいなと思います。なんか、足で、はい、なんやかんややられてみたいな、こんなので興奮しちゃうんだねみたいな、あ、変態さんだねみたいなことを言いながらの逆転劇みたいな。最終ね。最終。いや、やってくんなよ。そう、写真撮られんだよ。どうなっちゃうかな。どうなっちゃうかな。どれ、ばらまいたあんたの人生終わりだね。めちゃめちゃあるやつ。めちゃめちゃありがとう。絶対に許さない。絶対許せねえよ。復讐してやる。で、まあ逆転するみたいな。そうそう、あれもまあ個人的にはいいなと、うん、女性目線で見たらどうなんだろうね。あー、また違うんだろうね。違う。考えたことある時ありますわ。ありますよね。女性目線で見た時にどういうのがグッとくるんかなって。いや、まあ見たことあるんですけど。ああ、違います。その違いますね。ああ、そうなの。なんかやっぱこうデートから始まってみたいな。うん、なんかそう、男版だったらね、うん、なんかマジックミラー号に連れ込んでみたいな。スタートからね。スタートから。いきなりね。そうそう、デートして。だからもう普通になんかデートして、うん、あ、終わり。
終わり。楽しかったな。何が楽しいんですか。ただの少女漫画。そうだね。ピュアな。昔ながらの。いや、なんか、まあまあまあ、デートして、うん、その流れでホテル行って、みたいな。そういう感じです。で、まあもう、全然アングルとかも違います。だからもうその基本的にはもうイチャイチャしてるシーンばっかっすね。イチャイチャしてる？うん。なんかまあ男物って基本的に、うん、まあおっぱいだったりとか、うん、メインはね。メインおっぱいだったりとか下のアップとか、うんうん、結構多いじゃないですか。全部してるシーンだよ。全部してるシーン。そう、何かしらやってるじゃない。前から後ろから上から、そう、何かしらやってるじゃない。スタートしたら全身何かしてる。何かしてるじゃないですか。うん、してる。じゃなくて、なんかこう、イチャイチャ、なんか。もう、ずっとイチャ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 。ずっとキスしたり、ささやきあったり。ささやきあったり、うん。好きだよ、みたいなことをささやきあったり、みたいな。なんか女の子はこういうのを興奮するんだな。優しい。優しい、うん、そうソフトですね。ソフト絵ソフト絵っすね。ソフト絵なんだね。ソフト絵っすね。ああ